各挙兵の像、各挙兵は、前漢の武帝時代の武将である。父は、各中寿、母は栄、昭治。異母帝は大師は大将軍になり、武帝後の政治を取り仕切った、各光。各挙兵の母の妹にあたる栄ネオが武帝に、寵愛され龍四所を生んで皇后に建てられたため、親族にあたる各挙兵も、武帝の覚えがよく寵愛されていた。また、 漢王朝創立時からの更新である陳平の矢者子の陳手の平は各挙兵の母と密通しており各挙兵の義父となった。記者に優れており18歳で衛生に従って郷土征伐に赴いている。その後も何度も郷土征伐に功績を挙げ3万の首を挙げ、紀元前121年に表記将軍にさらに紀元前119年には郷土の本拠地を撃破し、 英星と並んで、大芝とされた。太公と武帝の長愛により並ぶ者が亡くなった、各巨兵だが、紀元前117年、わずか24歳で病死した。各巨兵と英星は、同時代に活躍し、血縁でもあることから、よく比較される。英星は、少年時代に奴隷であった経験から人に減り下り、常に、下級兵士のことを考えていたと言われる。その一方で、 各挙兵は物心ついた時にはすでに一族は外籍であり、おじが郷土討伐に対抗をあげていた。そのことから、おじとは対照的に傲慢であり、兵士が飢えている時に自分たちは豪華な幕車の下で宴会を開くようなことをしていた。しかし宮廷でも兵士の間でも各挙兵の方が人気は上であった。衛星はヘリクラリが旅を過ぎて、 古病ようなところがあったとされ、また、各挙兵の傲慢も頼もしい雄造と見られていた模様だった。武帝も自身の性格から、積極果敢な各挙兵をより好んでいた。また衛星が、李公の罰子の李ーに襲撃されたことに憤慨し、その李ーを射殺した逸話によって世間からは、儀教の師として人気があったという。この核は、武帝法然の義において、 武帝と唯一ともに主ザ山に登ったと伝わり、放射といに任命されるも間もなく溶接したという。孫に、各山、各雲などがいた。巨兵という名は、病気が去るという意味で付けられたが、その名に反して、若くして病死した。彼の墓は武帝の墓である、シゲル寮の近くにあり、現在は展望公園として整備されているが、 墓の各挙兵の字を撫でると病気が治るという伝説がある。ありがとうございます。